This is not a fair proposal. This I ain't gotta do anything. And I can't talk sweet like Felix Krull. And my face is not as beautiful. But maybe you could stop to prefer men who always make you chase. おはようございます、いきなりですが今日からちょっと一泊だけ、連休なので急遽旅行に小旅行に行こうと思いましてパッキングをし始めました。簡単に紹介していきます。まずこれ持ってきますよね。先日開封した紙ドローンピクシー。そしてやっぱりメインカメラは、インスタ360、まだ360度チャレンジしてるんでこれにしたいなと思いつつ、ちなみに今撮ってるのは iPhone です。で予備バッテリー、あとちょっとした洗面グッズで、ここにマビックがどのくらい飛ばせるかが一番場所取ってるのが微妙ですが、マビックミニ3とマビックじゃないですね、 DJI ミニ3とセラガン、これ旅の音もセラガンは必須ですね。であとフィリップスの、電動歯ブラシ、よいしょ、これも必須ですね。これ持って、あとここにケーブルとか電源とかガチャガチャ入れてます。はい。で、今回はなんとスチームデック持っていこうと思っています。まあ、向こうでゲームやるかどうかわかんないですけど、持ってって、マイクはもちろん、ロードのワイヤレス GO2 で、最後に、PC ですけど、僕は14インチ、やっぱりちょっとまだ、MacBook Air の M2 MacBook Air だけで動画編集やれる自信がないので、これはネズミさん PC として持っていって、すでにネズミさん PC です。素晴らしい、ネズミさん PC として持っていって、僕は14インチの MacBook Pro、 このぐらいで、まあ一泊なんで、このぐらいで行こうと思います。下着とか洋服衣類だけはネズミさんに任せました。安心してください、これスープラ一泊分の荷物なら余裕ですね。まだまだ奥にも余裕あります。ここちゃんとクーラーボックスで、持ち込む食料品とかワインとか冷やしてあります。完璧、うちをお見せしたい。こんな感じです、こんな感じでバッチリクーラーボックスです。説明お願いします。今日はドリキンが突然1週間前になんか連休があるよって言って、そこからしゃかりきになってなんか探したんですけど、どうにもこうにもないと思って、そしたら昨日あたり見つけて昨日ようやくもうなんか旅行行くの諦めようかって言ってたのに、最後の最後で見つけてきたんです。なんか意地になってどっかないかなみたいな、もういいよ今回はどこにも行かないでって言ってる、言ってんのに調べてる。そうそうそう、諦め悪いよね。諦め悪い1週間前に言われてそれないよね。エアビーとかも全然いいとこないし、なんかでホテルとかも全部血まなこになって探して、ね、今どこ行くんですか。そもそもこれからですか。これからはナパの近くのソノマの近くのとこ、旅館。本当旅館なんでしょう。旅館じゃないよ、ちょっとアジアンテイスト、日本テイスト。一応なんか、写真見る限りは和でしたけど、めっちゃ下駄とかあったりね、そうそうそう、なんかヨックモック置いてあったりとか日本酒さゆりとかあったりとか、俺みたいな。そう、なんか最初温泉がいいなと思ったんだけど、私は温泉、こっちの温泉ってそのなんつうんだろう、みんなでプールみたいに入るものか、
めっちゃあのお金払うと自分の部屋にあるのね。めっちゃ高いの、その自分の部屋にある温泉。そりゃそうだよ。もうなんか死ぬほど高くて、なんかもう足元見られて、みんな同じだよね。なんか部屋で入りたいじゃん、そのね。だからそれあるんだけど高くて、しかも直前だからないのよ。 高いところがないっていうか、もう人気で。だからでも部屋で入りたいなと思って、 それで見つけました。で、その今あのホテルに向かう前に、うん、ご飯食べる、ご飯食べるために、はい、今日は朝はバナナと、黒糖ドーナツ棒だけで。そうそうちょっと死にそうだよね、瀕死の状態だよね。ちょっとフラフラしてきましたがね、もうなんか昼も過ぎてるもんね、今ね。12時40分ですよ今。いつも行くアドホック行こうと思ったけど、今日はちょっと趣向を変えたんで。そうそう、まあ、はい、昼やってないからね。あ、そもそもね、うん、週末じゃない。そう、週末じゃないとやってないから昼。はい、ということでナパに向かっております。よいしょ。到着です。到着しました。テスラだらけ、テスラだらけのナパ。暑、車の中が涼しかったんで、なんかちょっと肌寒いぐらいの感じかなと思ってたんですけど、外出てみたらめっちゃ暑かったです。なんか意外と予約余裕で取れたから、直前取れたから空いてんのかと思ったら、やっぱ人気だ ね、うん、取っといてよかった。ちょっとなんか見てきます。ジェネラルストア&カフェって書いてあったり、ファーマーズマーケット、あ、ファーマーズマーケット、ここにフォードのめっちゃかっこいいレトロのフォード、ロングメイドランチ、ドローン風味で、あ、なんかちょうど今トレインが、ナパトレインが通るところですね。ヒューンと、おー、ナパトレイン、ナパバレーワイントレインです。1回だけ乗ったことありますけど、またなんか10年前ぐらいだったんで、1回ぐらい乗ってますかね。めっちゃまったりしてて、なんか途中で昼寝しちゃった記憶がありますが、あ、でもちょっと気持ちよさそうだな。いいっすね。はい、ナパバレーワイントレイン、そしてドローン風にヒューッと来て、さっきのトラックの横を通り抜ける。あ、やべ、ネズミさんいなくなってた。呼び出されて、すでにもうテーブルに移動してました。早かった。間が悪いね。間が悪いな。はい。意外と10分って言うからさ。私かなりあそこから待ってるから。あ、そうだ。メキシカンスタイルストリートコーンあるよ、あなたの好きな。あ、そう、食べたい。やっぱこう定番なんだね、スパイシーマヨと。ね、写真見よっか。なかなかいい雰囲気なんで、これはちょっと期待が持てますね。結構あのなんかすぐに車の中で出発するときにオンラインで予約が取れたんで、なんか余裕なのかなと思ってたら結構いっぱいいっぱいですね。しっかり予約取っといてよかったです。危なかった。マイタイとライチクーラーです。いやー、ちゅか、とりあえずお腹すいた。ちょっと一口いただいてみます。あー、さっぱりします。きたー、オイスター12個、オイスター12個頼んじゃいました。そしてこっちがなんか今日の、限定メニューの、グリーン豆、枝豆じゃなくて何でしたっけ、なんだっけ、グリーンビーンズ、グリーンビーンのフライです。わ、美味しそう。もう一つ本日の特別メニューがシシトウペッパーだったんで、思わず頼んじゃいました。いただきます。
うん、あ、チーズつけるの美味しいね。今度これ家でもやってみます。あ、そう、うん、チーズで、うまっ。牡蠣、牡蠣一瞬で平らげました。ペロリ中のペロリです。このグリーンビーンズのフライ、なんかすごい味付けが絶妙で美味しいです。いくらでも食べれちゃいます。やばい、メインがすごいことになりました。バーベキュー、バーベキュープレートです。さらにチキン、そしてサラダ、さらにはこれもでかいポテトです。ちょっとこのバーベキューうまい。リビサデロに負けないというか、むしろうまい。美味しいです。いい感じに、これもう今日はちょっともう夕飯はホテルでゆっくりこれおつまみにしながらお酒飲んで過ごせるっていう、ちょうどいい感じに残りました。デザート来ました。デザートまで頼んでしまいました。ピーチと、まあ、バニラに近いなんかクリームって言ってましたけど、クリームと、あとこれなんだ、レモンかな、ニューカラリー、ストロベリーね、ストロベリー、このチリバメライテのストロベリーで、オレンジ、ストロベリーオレンジ、ストロベリーオレンジ、ピーチ、バニラ的なもの、そんな感じです。え？いただきます。これいいね、うまっ、うまいよ。はい、じゃあごちそうさまでした。忘れ物ないですね。はい、じゃあ行きます。いや、なかなかこれは良かったですね。リピート来ますね、確実に。ナパに来るときは、なんかお客さん来たときとかいいね、ぜひ。そしてなんかこれから行くホテルもなんか結構 Thank you 話しかけられているのに気づいていなかったこれから行くホテルもなんかすごいサービス良さそうで、結構丁寧にテキストを送ってきてくれて、でもうなんか4時からチェックインなんですけど、今3時前で2時半ぐらいでもうチェックインできるようになって、ホテル部屋準備できたから早めに来てもいいよっていう、わざわざ連絡をくれたんで、なんかブラブラ時間潰していこうかなと思ってたんですけど、もうこのまんま行っちゃいます。ここから40分ぐらいみたいなんですけど、山道ルート15分ぐらいなんかかる方のルートで、ドライビングしながら行こうかなと思っております。スープラドライビングで。じゃあちょっとこれから40分50分ぐらいのドライブをしようと思うんですけど、その前にガソリンだけピッチリ入れて、目的地に向かいたいと思います。うわ、ちょっと狙い通りいい感じの山道ワインディングロードなんで、これはスープラドライブが楽しめそうです。結構楽しげに走ってたらめっちゃ地元の車に煽られたんですけど、すごい勢いで追い抜かれました。地元カー最強です。早すぎだよね、早すぎ一瞬で見えなくなりました。はい、ということで到着しました。いまいち名前が読み方が分かんないですけど、それはチェックインします。ゲージハウスかな、ゲージだからゲージハウスなんですけど、とりあえず日本人の経営でもないみたいなんですが、かなり、日本テイストのホテルみたいです。ナパのすごい先にあります。いいのかな、あ、ハロー、はい、はい、Yeah, we're gonna check in. You already checked in? Online, already, online check in. Okay, well this is the in-person check in, we still do both. Okay. So feel free to take a seat, what's the name? AOKI.So that is for you guys. Okay. So if you guys want to follow me, yep. I'll go ahead and show you guys the basics. So that is your guys' welcome packet. Inside you'll find keys to your room and keys to this door. The reason is because this door locks up at 9, but you guys let yourself in and enjoy the property after hours.
This first board game, I mean, sorry, this first living room has board games where you guys can hang out in.、Mm. This is also where you guys will find complimentary wine and cheese from 5 to 6 p.m. Okay. And then in the afternoons, we do after 6. Yes, so it's from 5 to 6. Okay. And then in the afternoon, we do offer iced tea. Please help yourself if you would like some. And then down here, we'll lead you to our second living room that stays open for you guys. This is where you'll find our、Whoa.Ports, wine, and sake.、Mm. So please help yourself, it never gets put away.、Hey. There'll be some more ports, wine coming out shortly.、Yeah. And then we have、mm. our dining hall. This is where you guys will find breakfast from、okay. 8 a.m. to 10 a.m.、Mm. And then coffee and tea until 6 p.m.、Mm. And then out this way,、Ooh. We're just gonna go this way. Oh, nice. Yeah. This is our balcony. You guys are more than welcome to hang out here whenever.If you want any of the fireplaces inside this main building on, just、mm-hmm. let us know. We can turn them on for you guys.、Mm. But this is fire hazards. We do have to turn them off at 9 p.m. A lot of the things are turned off at 9 p.m. The pool and the jacuzzi hours are until 9 because、okay, the jets、pool. And the heat automatically turn off.、Mm. The menus are until 9, so if you guys want to order anything to drink, that's until 9 p.m.、and then that's pretty much about it. We、okay. have our moon deck, our meditation room that's available for you guys all the time. Feel free to use those.、Mm-hmm. And then we also have pool towels and ice cold water down there. Feel free to use those. You don't have to bring yours from your room. Okay. And then that's pretty much about it.、everything I said will be all repeated inside your guys' welcome packet. Okay. So if you forget, feel free to just scan it.、Mm. There'll also be the Wi-Fi password and some other questions that you might have.、Mm. And then a map just in case.、Okay. And then your guys' room is、mm-hmm. going to be down here. You guys see these two set of bungalows on、mm. the right side of the property?、Mm. Not this first section,、mm-hmm. but the ones in the back.、Mm-hmm. You guys are going to see a sign that says room 17 through 20. It's just going to be down that little pathway and it's going to be the second to last room、okay. on the left, room 19. Okay. And then、you guys can go down these stairways. Where'd you guys park?The car, the right white there, car. Oh, perfect. So, your guys' room's really close to there. Okay. So, you guys,、oh, you guys are in the、lucky. Perfect parking spot. Okay. So, yeah, so if you guys want, you guys can just go down the stairways and it'll lead you to your car. Okay. Okay. Yeah. Thank you very much. Of course. Thank you for your introduction. Let me know if you guys need anything. Thank you very much. 多分あのお姉さんがずっとテキストも対応してくれてたんです。対応めっちゃいいですね。そしてプールがここにあって、あ、プールもいいじゃん。ね。確かに、すごい、おお、結構いいっすね、うん、で、部屋が、我々の部屋は偶然パーキングした近くだと言ってましたね、ルーム19、あ、すごい、このバンブーすごいよ、竹の、あ、部屋もなんかすごいね、和だ、あえてのなぜナパに来てこの和謎でしょ謎のあ来たここですよこの先は何、今リスかなんかが走ってったけどね、うん、ここなんもないっすね、おもろはい、じゃあ開けていきます。おお、なんかいきなり浴衣ありますよ、浴衣、本当だ、あ、わ、いい匂い、いい匂い、いい匂いしますね、わー、いきなりこの、わ、お風呂すごいよ、でしょ、うん、だから今の、いいでかっ、いいしょ、浴槽広い、うん、シャワーと浴槽、そうそうそう、いいっすね、はいはいはい、これで、さすがっすね、さすがっす、あ、そしてこの噂の下駄、本当だ、はい、下駄ルームです、じゃあ、うん、あ、涼しい、あ、庭園もいいですね、ミニ庭園があって、わあ、なんかおしゃれよ、でしょ、和っていうか洋っていうか、ちゃんと、うん、めっちゃおしゃれです、いいでワインと、このあれ、このドリンク、さゆりはウェルカムさゆり、そうじゃない、ここに、あ、金払うのかな金ってこれ見て、欲もく、欲もく食べたいなと、欲もく入りじゃあ、あれじゃない、フリーウェルカムドリンクだよ、多分、あ、そうだね、うん、これ何、あ、それあれだ、いい、あ、いいね、いいっしょ、ここいいじゃん、あ、ちょっと水があるからいいね、これ、あ、これいいじゃん、これ水がある、これは飲み水よ、
これお茶か、あ、これソース、ちょっとしたもの、これちょっと洗えんじゃん、こうしたの、いいの、いいの、これいいじゃん、ここがっていうかね、匂いがめちゃくちゃいい、ね、癒される、そう、はいはい、素晴らしいですよ、素晴らしいんじゃない、あ、見て、変なボコボコしてる、え、庭園がある、本当だちょっとした庭園がある、ちょっとした、うん、どうやって開けんだろう、ミニ、この網戸が懐かしい、ね、ミニ庭園がありますね、おー、ちゃんと水がジャバジャバしてます、上の、うん、おお。ここが多分前はさ、川が流れてたんだと思うよ。今か、干ばっちゃって。なんか、ほら、庭から見える。ほら、水が本当あったんだけど。ああ、本当だね。カラッカラになっちゃってるね。うん、まあまあ、でも、いい感じですね。これで、ここで、ここで景色を見ながらお酒を飲むっていう。いいね、いいじゃないですか、非常に頑張って見つけたね、見つけたでしょ、はいはいはい、こんな感じです、何せ本当いい匂い、この和のテイストがすごいですね、こことかどうなってんだろう、匂いが本当に優しい、匂いが素晴らしい、ここには、クローゼット、クローゼットがあります、ちゃんと和紙のね、いいいい、グッジョブです、素晴らしいです、こんな感じですね、はい、いや、お風呂がちょっといいっす、広くてグッド、さすがネズミさんでした、グッジョブ、じゃあちょっとさゆり、さゆりを飲みながら、なんかこれがネズミさんがこの間バイライトで買ったやつ、すごいみたいです、これスーパーナチュラルポテトチップ、スーパーナチュラルポテトチップス、かなり意識高いポテトチップスなんですけど、これがなんかうまい、ちょっと出して、バーベキュー味なんだけど、うん、なんかちゃんとバーベキューの味するけど、うん、入ってるものがサンフラワーオイル、サンフラワーとひまわりの油だけ、はい、で砂糖と塩とパプリカとオニオンパウダーとか全部ナチュラル系、ここに書いてありますね、はい、怖っ、怖っ、意識高い、意識高いいものしか入ってないと、だけど、まあ、見た目は粉で、まあいただいてみますか、うまっ、これうまい、いただいてみます、ちゃんとバーベキュー味する、おう、うまくない、うまい、うまいよね、普通にポテト、調合が甘いだと思う、砂糖と塩の加減とか、あ、すごいね、あ、これは食べても罪悪感減るやつ、太るけどねじゃあさゆりとともにいただきます、さゆりとともにいいね、Yeah, I start to clap And I start to clap